いよいよ当日ですな。これで最後だ。さてと、今日のみんなの調子はどんな感じかな。あ、服が変わってる、戻ってる。プロデューサー、今日のミキたちはいつもより2倍、あ、1.1 倍頑張るね。みんなファイトです。オッケー、元気だな。おはよう。またミキに行くか。じゃあハニーそういうこと決めるのや。おにぎり。ああ、質問が良かったな。ここはこう答えておこう。無理言うなよ。そうですね。まあハニーと俺の仲だろ。今日は。よし君。いやいや今日は栄誉あるアイドルアカデミー大賞ノミネート発表会だな。はい。うん、君たちのこれまで、あ、発表会だから別にあれか。厳しい見方をすれば、今はノミネート。え、なんかあんの？だけ、スタートラインに立っただけとも言える。アイドルアカデミー大賞受賞を目指して本当の戦いはこれからだ。気を引き締めて活動を続けてくれたまえ。どういうこと、どういうこと。今日の発表会ではノミネートされたアイドルが順番にパフォーマンスを行います。はい、つまり今日のステージで一緒になる人たちは全員がアイドルアカデミー大賞の有力候補という。あ、通しちゃった。戦いはもう始まっているんですから、準備は入念にしてくださいね、プロデューサーさん。もうこれで今日で終わりってことだよね、多分ね。これで関西でやってんだ。これめっちゃ上手い人のプレイ誰か実況してくんないかな、フルで見てみたいな。いや、衣装俺の好きなやつで行こう。行ってきます。社長も私も応援していますから。晴れの舞台しっかり務めてきてくれたまえよ。はい、ありがとうございます。おとなしさん、社長。さすがにちょっと緊張してきたな。あー、でもこれは武者震いってやつですからね。はい、今日はビシッと決めるね。あ、じゃなかった、プロデューサー。危ない危ない。はい、セレモニー、アイドルアカデミー大賞ノミネート会場。今日はなんだかバタバタしそうな気がする。できるだけここで全ての準備をしておこう。いや、あの曲でいいよ。はい、お、いいね。俺こういうジャズ系の曲好きなんだよな。この会場から豪華客さん、あ、エントリーナンバーワン、チュパチュパベイビーズ。へえ。ミキね、みんなで頑張ってきたからここまで来れたんだって思うな。エコーが効いてる。僕たちがこのステージにいられるのはリーダーが頑張ってくれたおかげです。あの、私もリーダーには感謝してます。私、この笑った方がいいぜ。とても幸せです。事務所のみんなやプロデューサーも。ミキね、今日はこの感謝の気持ちを歌に込めてみんなに届けるの。だから聞いてね。それでは歌っていただきましょう。チュパチュパベイビーズの皆さんで、曲は The World is All One です。 We are the World みたいな、なんか歌を連想しますよね。お、こんな舞台で歌っちゃっていいの。最高。夜中じゃなかったら拍手してますよ。
どうなのかな。素晴らしいステージありがとうございました。よく頑張ったな。誰？覆面ユニット。そんなやついたっけ。あ、黒いプロ。ご紹介ありがとう。私が黒いです。悪そうだな。皆さん以後お見知りおきを。さて、真のスターがどういうものかご存知の皆さんならすでに彼らの存在にお気づきでしょう。アイドルアカデミー大賞の賞レースに突如現れ、圧倒的強さを誇りながらも多くの謎に包まれてきた輝ける巨星。まさか彼らの正体をこれまで明かさなかったこと、どうぞお許し願いたい。しかし皆さんは今宵歴史の立ち会い人となるのです。最高の舞台に舞い降りた本物のヒーローを目撃するのですから。いい演出だな。紹介いたしましょう。黒い、あ、ジュピターか。ジュピター。男か。ビビってる。恋を始めよう。どんな歌だったっけ。あ、好きそうな歌。あ、好きじゃないな。僕が君に誓うから。あー、でも嫌いじゃないな。いい歌じゃん。歯がゆくなってくんな。動きキレがあるな。おお、かっこいい。やっぱりちょっとスマップさんを連想させますね。某木村さんを真ん中の方ちょっと連想させますね。この人はスマップの中で、スマップさんの中で誰でしょうね、金髪の人。背高いからちょっと草薙さんじゃないや、香取さんを連想させる感じがするけどな。いやー、もうこれこいつら1位だわ。これはもう歌もいいし、そりゃ人気出るわな。はい、俺単独でもアイドルアカデミー大賞は狙える位置にいるけど。腹立つわ。最高のメンバーを見つけてくれたんで、こいつらと一緒に確実に勝ちに行くことに決めました。ファンのみんな、俺の仲間を紹介するぜ。仲間って。こんにちは、僕ジュピターの御手洗翔太です。頑張るからみんなよろしくね。ちょっとユニっぽい感じですかね。はじめまして、お嬢さんたち。俺は伊集院北斗。ほほ、すごい名前。俺たちジュピターから
一瞬たりとも目を離さないでね。かっこいい。すっきゃーっつってる。ランキング、え、次回？あのユニットを倒さなければならない。でもミキたちにやれるんだろうか。何？探しちゃったの。うわ、ミキ、みんなのいるところじゃハニーって言うなって言っただろう。今ならみんないないよ。ミキ、なかなか二人っきりになれないから毎日寂しいの。そうなのか。で、ミキ、今はそういうところじゃないんだよ。黒いプロの新ユニットジュピターを見ただろう。ミキは何か思うとこはないのか。だって今のミキたちならあれくらいちょちょいのちょいって感じ。ミキね、ハニーと一緒ならなんだかすっごく力が湧いてくるんだ。だから平気なの。ミキ、俺ミキの実写折れる言葉を聞いたら勇気が出てきたよ。結婚したら。まったく、ナムコプロの皆さんはどうしてこう頭脳が残念な方々ばかりなのかな。ひでえな。は、もしかしてその声は。ボンジュー、ナムコプロの諸君、相変わらずバカな話でバカみたいに盛り上がって。すげえ、何回言うんだよ。ちょっとおじさん、あのね、ミキはバカだけどハニーのことをバカって言うのは許さないの。おじさん、それにハニーと。バカはバカだからバカと言ったんだよ。口悪いな。恐るるに足りずなどと本気で思っているのか。もし本気だとしたら君は本当のバカか、もしくは究極のバカだ。バカびしゃだね。ミキのことバカにした。ちょっとおじさん社長。おじさん社長、私は黒い社長だよ。さっきから失礼だな君。じゃ、黒い社長、ハニーの実力もわからないようなら黒い社長もたかが知れてるの。だからジュピターも大したことないに決まってるもん。アイドルアカデミー、そんな言わないで。もらえなかったら恥ずかしい。高木の下にいるようなダメを好きな女のユニットなど私は怖くもなんともないな。高木って社長ね。ハニーはダメ男じゃないよ。ミキたちのこといつも考えてくれてるもん。ミキ、は、生意気な口を叩き折って花柱の強い娘だ。だがその勢いいつまで続くかな。すごい高笑いだね。あの人、黒い社長だっけ。本当にムカつくの。ハニーのこと分かってなさすぎだよ。唯一の理解者だミキ。だって俺はいずれお前たちと離れてハリウッドに。ハニー、どうしたの。なんか顔悪いけど頭とか痛いの。無口。ねえ、どうして黙ったままなの。ハニー、なんだか怖いよ。俺やっぱこれ以上ミキにハリウッド行きを黙ってるわけにいかない気がする。ああ、そうだね。ねえねえハニー、そういえばそろそろみんなのところに戻らないと怪しまれちゃう。ああ、タイミングが。ミキ的にはそれはそれでラッキーって感じなんだけど、ハニー的には困るでしょ。そうだな、そろそろみんなのところに戻るとするか。話したいこともあるし。それじゃあハニー、みんなのところに行くまで手をつないでて。おお、ご褒美ですか。ダメだ。ハニーはケチンポなの。ケチンポってのも久々に聞いたな。これはね、厳しいね。あ、じゃなくてプロデューサー、それで話って何なの。曲がちょっと悲しい曲に。ハニーの、いや違うんだ。俺たち無事にノミネートされてこれから
大会、大賞取った後のことをこれまでちゃんとみんなで話したことなかったよな。そういえばそうですね。僕たちアイドルアカデミー大賞を取ることだけを目標に突っ走ってますから。言われてみるとそうですよね。でもアイドルアカデミー大賞を取ってもみんな一緒ですよね。実はみんなに言ってなかったんだけど、大賞にノミネートされたユニットのプロデューサーは1年間ハリウッドに留学する権利が与えられるんだ。ハリウッドって、あのハリウッド？すごいのプロデューサー。あれ、でもそれって俺はみんなと一緒にいられないってことだ。ハリウッドに行っていろいろ勉強してくる。1年で戻ってくるけど、その後にみんなのプロデュースを担当できるかどうかわからない。お別れってこともあるかもしれない。何言ってるの？そんなの嘘だよね。すまないミキ、本当はもっと早く話すはずだったんだ。だけどミキの顔を見ていたらどうしても言い出せなくなって。ねえプロデューサー、それってミキたちはついていっちゃダメなの？それはダメだと思う。そうだよね、ファンがいますよ。的にも、いや、だけど。じゃあ、本当の本当にミキたちプロデューサーにプロデュースしてもらえなくなるってこと？ああ、そうだ。そんなのってひどいよ。じゃあミキたち誰のために頑張ってるの？誰のためにアイドルしてるの？ファンだろ、もちろん。ファンのためだよ。ごめんなミキ、それにみんな。でも俺もっと立派なプロデューサーになりたいんだよ。そうだね。もう謝らなくていいの。これ以上ミキたちがごねたらプロデューサー困っちゃうよね。ミキ、俺が黙っていたこと、そしてハリウッドに行くこと許してくれるのか。寂しいけどミキ、プロデューサーが立派になるならそれが一番嬉しいの。ありがとうミキ。ミキはそれなりに納得してくれてるみたいだな。でもなんとなく拍子抜けというか、もっと泣きわめくかと思ってたんだ。恋人ごっこ興味がなくなったのかな。そうだね、大賞取るかどうか。ハリウッドに行くプロデューサーのためにガツンとアイドルアカデミー大賞取ってみせますよ。私今にも泣いちゃいそうですけど。でもプロデューサーのためにも頑張らないとですよね。はい。トップアイドルにするためにプロデューサーになったんだ。はい、頑張ろう。あ、これで終わり？え？お疲れ様です。どうなんのこれで。みんなお疲れ様。活躍の様子テレビで見ていたよ。いやー、君たちのステージ、私の胸にも迫るものがあったよ。ノミネート本当におめでとう。ちょっとまさかこっから。みんな今日は本当によく頑張った、ね、まだ続くのかな。いっぱいお疲れ様でした。お疲れ様です。しかし休んでいる暇はない。すぐに気持ちを切り替え、新たなスタートを切ってもらわなくてはな。え、何、どういうこと。栄光のアイドルアカデミー大賞が発表され、向けてね、アイドル界最大の祭典アイドルアカデミー大賞グランドファイナルに向けてね。なんすかそれ。アイドルアカデミー大賞グランドファイナルが開かれるのは今から14週後。嘘。嘘。時間はそれほど残っていません。気をつけてくださいね。グランドファイナルまでの残り活動集は毎朝その活動集とともに知らせるから。さて、その全国ランキングのコーナー。長いこのゲーム。
うっそやん。あ、そう。長い。終わりだと思ってたのにもう14週。うわ、シリーズ終わるかななんて言ってたのに全然ですね。 OK、 分かった。じゃあまあ頑張りましょうよね。もう仕事終わりなんですか？まだまだこれからですよ、プロデューサー。とりあえず思い出をいっぱい作っとこう。わかりました。じゃあプロデューサー、僕来週バリバリ体力つけてますね。ちょっとびっくりだな。まあいいや、頑張ろう。ちょっと愕然です。そうですか。メールが来た。あー、かわいそうだな。あー、なんかこういう短いメール書いてくるとき、女の子はちょっとね、がっかりしてるからケアが必要なんですよ。バーゲンいいよ。そうですか。でとりあえず、ここまでご視聴ありがとうございました。まあ、まだ13週あるみたいなんで、とりあえずこれから、頑張ってまたやっていきたいと思います。ということで、よろしくお願いします。お疲れ様でした。